女優の手塚さとみが8日までに自身のインスタグラムを更新。7日に61歳の誕生日を迎えたことを報告し、最新ショットを公開した。写真。61歳のシルバーヘア&すっぴん最新ショット、1002枚。手塚は、お誕生日6月7日ママとも、かえちゃんがプレゼントを持って我が町に来てくれました。やはり、お蕎麦屋さんで乾杯、素敵なプレゼントありがとう、と感謝。すっぴんですみません、とシルバーのショートヘアで微笑むショットをアップし、シャープ60プラス1歳シャープ嬉しいシャープ贈り物シャープお祝いシャープめちゃくちゃ嬉しいシャープありがとう、と綴っていた。フォロワーからは、お誕生日おめでとうございます、すっぴんきれい、素敵に歳を重ねてください、すっぴんでも美しい、本当にすっぴんですか。とても信じられないです。すっぴんとは思えぬ美しさです。などの声が届いている。丸、手塚は1982年の NHK の朝ドラ、ハイカラさんのヒロインに抜擢され、TBS 系ドラマ、不揃いのリンゴたちシリーズなど数々の人気作に出演。2016年には、今までとは違うことがしたい、と吉本興業に移籍して話題となった。Stay!